大城二軍落ち、山瀬慎之介が一軍合流へ、不審の大城匠と入れ替え、あんな使われ方で打率残せって無理な話やわ。これはトレードへの布石かね。欲しい球団たくさんありそうなのにもったいねえと思うけど、なんか欠点でもあるんかな。まあ来年巨人にはいないだろうな。里崎がブチギレそう。大城にチャンス与えろよ。原因は別に打撃でもリードでも肩でもないぞ。それ以外がダメすぎるからだ。普通に使えば強化版森友なのにもったいない。このままじゃ全盛期終わるまで阿部に振り回されるから、マジで出ていくんちゃうか。巨人の生え抜きが国内 FA したことってあったっけ。コバマンが積年の恨みで大城トレードの大合唱してる模様。まあ今年の使われ方見るとはしゃぎたくなるよね。阿部に嫌われてるな。2軍でバント練習やな。あと11日あるから下手したら取れないかも。リード悪いんか。ヤフコメで叩かれてるけど、1軍の180より2軍の190の方が価値あるんか。あと1日待って帰ってからでもええやろ。阿部が大城の調子を上げさせる気がないの間違いやろ。使い続ければ去年くらいの成績は残すよ。まあ今年に関しては大城優遇する必要もないわ。調整してまた上がってきてくれればええ。使わないなら大城と森下トレードしてくれ。ご視聴ありがとうございました。